マジカルロリポップキッチンの仙太郎です。元代表の高橋です。はい、今回はですね、この前あったのうちの系列店に対する、また系列店の店長にも、対するつきまといであったりとか、ストーカー行為、それからお店に対しての迷惑行為、営業の妨害行為について、進展がありましたので、ご報告の動画を上げさせていただきます。基本的にはこの動画で、報告終わりとさせていただきたいなと思っています。まず元代表の高橋の方から、ご報告をさせていただきます。はい、本日先ほどもう 1,2 時間くらい前なんですけれども、主犯の方4名と警察署でお話をさせていただいて、その場で、お詫びというところと誓約書へ記載いただきましたので、その報告の動画となります。で、誓約書はこちらです。で、多少ですね、その4名の方でもそれぞれやっていることは違うので、人によって内容は違うんですけども、おおむねこちらに全て同意いただいて、サインと身分証と、お詫びというのをいただいた次第です。でもちろん警察の方へも、誓約書を書いていただいて、我々とも誓約書を結んでいただいたんですけども、警察署とも誓約書を結んでいただいて、警察からも本人たちに厳重注意があったというようなところになっております。一応警察の方とも今お話もしたんですけれども、もし、この誓約書を書いた以降でも、同じような行為を繰り返してしまう場合は、ストーカー規制法であったりとか、そういった厳しい対応になるということは警察の方から、主犯とされる4名の人に、伝えていただいたので、それに関してはもうないと僕らは信じています。はい、で、まだ関係者が数名いるので、その方とはまだ引き続き、コンタクトを取って、同様に誓約書の記載であったりだとか、当然状況の解明であったり、お詫びしていただける方にはお詫びをしていただきたいと思ってるんですけど、主犯と思われる方々とは一旦終わりましたので、この動画をもってこの件については終わりたいと思います。はい、この、内容を本当にまとめて話しますと、もうお互い一切関わらないということになっています。で、またこういう時代ですので、ネットでのこれからまた見えないところでの誹謗中傷等も一切しないようにということはお互い約束したという形になっていますので、これ以上は僕らも何も、この件に関しては触れることはないとは思うんですけれども、まだそのお話ができてない、同意が取れてない、方はいらっしゃると思います。動画はここでは終わりなんですけれども、引き続き、お話を取って、お互いも関わらないよっていう、誓約を結ぶっていう形を、警察を挟んだ上で取りたいと思っていますので、はい、それはちょっと、そういう形でご報告させていただきます。また、多分動画を見てるキャストの方も、多分すごい不安なことがあったとは思うんですけれども、この先はこういうことはないと思いますので、安心してこれから先も求人を続けていただければと思います。キャストのみんなは今回、迷惑をかけられた子も、たくさんいると思うし、それで辞めてしまったキャストとかもいるんですけれども、主犯とかそういう人たちの批判をする子は一人もいませんでした。大変だとか苦しいとか辛いっていう話を僕らはたくさん聞いたんですけれども、お客様を批判するとか他店を批判するようなことはキャストのみんなはしませんでした。そういうキャストたちを少しでも守れればと思って僕らも一生懸命動く形になったというのが、ここまでです。はい、この件で、お騒がせしてしまったお客様であったり、ご協力いただいた方々、結構ご協力いただけた方はいたんですけれども、今仙太郎さんからもあった通り、心配とか不安をかけてしまったメイドさん方は本当に申し訳なかったと思いますし、協力していただいた方は本当にありがとうございました。で、これで終わりにするので、今後この件については、店内などで、一切話題にしないでいただきたいと思います。ご協力をお願いしたいと思います。お願いいたします。もし何か言いたいこととか、何か疑問点とか何かあればいつでも私も対応しますし、仙太郎さんの方も対応しますので、仙太郎さんの DM はいつでも開放されているので、そこで私の方にも連絡はつながりますので、そちらでご連絡をお願いします。はい、また私は店舗に基本的にはほぼ毎日
いる形なので、他の店舗にいても、あの系列店であれば呼び出していただければ僕伺いますの で、お話直接お聞きしますので、些細なことでも何かあればいつでもお話をお聞きします。ぜひ、ご理解をお願いいたします。で、今回メイドさんに対して、まあ、ストーカー行為とか嫌がらせ行為で負担かけてしまって、で、まあ、特にやっぱりその対象ったハムとか、あとそれで他の責任者であったりとか、まあ、今回のことを理由に、まあ、辛い、辞めたいっていう話を、当然その子たちもそうですし、それを聞いてる責任者も、まあ、昨日も一昨日も、まあ、泣いたりとか、まあ、かなり辛い思いをしていることもありました。なのでそこにとにかく負担をかけないでいただきたいというお願いなので、その負担を解決するために動いたことでまた負担をかけてしまうというのはもう本末転倒になってしまうので、ぜひ絶対やめていただきたいのと、もうすでに店内でこの話をされているお客様がいらっしゃったというのも聞いていて、それをもう負担に感じているメイドさんも昨日も何か話してるんですけど、いました。推しの子とか、まあ、好きな女の子がやっぱり負担になることっていうのは、あのぜひやめていただきたいなと思いますし、もう不満があればさっきも言った通り私の方で出ますので、いつでも対応しますので、全部こっちにいただければと思いますので、ぜひご協力をお願いします。はい、またあの、働いているキャストさんに向けてになるんですけれども、この先ももし、何か困ったこととかあった時は、僕たちは、最後までキャストさんを信じて、キャストさんの言ってることを信じて、またキャストさんを守るために、運営をしていきますので、ご理解いただければと。何かあればいつでもご相談ください。はい、以上です。はい、以上になります。はい、それでは、これからもマジカルロリポップ系列線含めてよろしくお願いいたします。お願いします。